元屋敷陶器カマートは、岐阜県時木しくじりにある、江戸時代初期の陶器カマート。岐阜県内最古の連坊式のぼりマがある。国の史跡に指定されている。1958年に発掘調査が行われ、連坊式のぼりマ1機、大釜3機の跡が見つかっている。このうち、連坊式のぼりマは、江戸時代初期の慶長年間に、美濃の陶祖と仰がれる、加藤慶のが、 朝鮮半島由来の上り釜の形式を唐津にて学び取り、くじりの地に築いたものであると伝わる。連邦式上り釜は元屋敷を図装する。その規模は奥行き24メートル、幅平均2.2メートルで14の小生室と燃焼室を有し、燃焼室と小生室の間には70センチメートルの小穂の壁があったとみられる。小生室の大きさは、 上り釜の上部に行くに従って大きくなり、小性質感に火が通り抜けるための6個から7個の様穴を備えた構造となっている。釜の天井は崩落しており、床面と壁の一部が残っている。2019年現在、釜跡は露出した状態で大屋で保護されている。出土品は黒、折りべえの青折り赤、折り白折りべ、ミノイガ、ミノカラツ、木、 瀬戸などの身の焼きがある。大釜は、元屋敷東1から3号用と名付けられ、元屋敷用に先行して構築された。元屋敷東1号用はそのうち最も古いもので、安土桃山時代に築かれた。奥行きは不明であるが当初は、幅が3.9メートルほどあり、天目茶碗のほか皿やすり鉢を生産していた。 時代が下るにつれて規模が縮小し、最終的には幅が3.0メートルとなり、折部焼きや死のを生産した。元屋敷東2号用は全長7.5メートル、幅3.9メートルの大きさで、生産していた陶器は1号用同様天目茶碗等から身の焼きへと変遷している。3号用が築かれると、その作業場となった。 三号用はやや小型で幅が2.9メートルで、雨水などが入らないように溝が設けられている。陶器用周辺では、その作業場や物原も発見されており、美の焼き最初期の生産現場を交渉する上で価値があり、1968年に国により、史跡に指定された。1931年に、田地工業学校により発掘され、同校で保管されている。 出土品が岐阜県元屋敷陶器を出土陶器として、美濃陶祖法3会が1949年に発掘した出土品と、都市教育委員会が1993年から2001年にかけて発掘した出土品が岐阜県元屋敷陶器鎌跡出土品として2013年に重要文化財に指定された。ありがとうございます。